銀座御殿の注意点についてご説明いたします。1、入場制限。入場制限について、はい、今回も大混雑が予想されております。はい予想されておりますいやでも本当名古屋すごかったけどね。名古屋やばかった、本当にすごかった。うん、もう、うん、そうですいやもうびっくり。今回、はい、大混雑が予想されております。はい。だけど、入場制限を設ける場合が、はい、あります。その際は、例えば整理券を出したり、はい、とか時間を言ったりとか、うん、順路作ったりとか。そうだね、順路作ったりとか、もういろんなパターンがあると思うので、はい、その時は会場のスタッフに従ってください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご協力お願いします。お願いします。に、絵について。今回ってどんな作品を今回、はい、まず1個が、はい、ハワイの個展やっとやん、はいはい、その作品俺撤収してくるけん、はい、それを飾りますハワイコーナーをちょっと作りたいなと思っていい、うん、ハワイを感じれるようなそういうなんかコーナーを作ります。いいですね、はい、ハワイ以外もがっつりある。おお、新作、うん、ちょっと言えんけど言いたくてうずうずしておけど、ちょっとね内緒にしとこう今言った方が混乱するそうか、うん、購入とかは、うん、購入もできる。あ、できるんだ、うんうん、まあ、値段もね、貼ってあるし、はい、会場のスタッフに、はい、聞いてみてください、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。一応よく聞かれる、うん、支払いはカードかですかっていうところ、うん、絵はね、ちょっと金額が高かったりするけど、うん、後日の振り込みでも、うん、現金でも、はい、カードは今回会場が使えんけど、はい、聞いてみてください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい。3、グッズについて。今回はどんなグッズ？まず一つが、はい、これ T シャツ、ブーティーシャツね。ブーティーシャツ。ブーティーシャツ。はい。俺とカズが着とトレーナー、はい、ブートレーナー刺繍です。めっちゃいい。めっちゃいいんですよこれが。いいよね。うん。俺これ見せとこう。こういう風に俺は着たいんだ。あ、なるほど。例ね。そう。これが見せながら。これね、うん、こんな感じで俺着るのが好きです。おいいよ、下に。いいですね、うん、ちょっと薄めで作ってます。うんうんうん、よくないこれ。いいいい、刺繍入りっていうのがポイントです ね、はい、はい、あとはスカーフです。おお、いや最近お読み入りしたっけね。うんうん、あ、そうだそうよそうよ、結構この絵好きやったんよ、マジで。いいよね、うん、シャクヤク柄のスカーフです。シャクヤク、おと、オノイエトカレンダー2023、え、今から使える。そうやね、1月から、うん、タイムリーな感じ。タイムリーよ、いいですね、はい、これが1500円です。1500円。で、これの収益金が全額、はい、宮古島セーブザアニマルズに寄付させていただきます、はい、去年2022が42万円やったから、うん、で、これの集計いくら寄付できたかっていうのはちょっと銀座の個展が終わってから集計して、うん、ね、はい、1月末とか2月頭ぐらいに、はい、皆様にご報告できればと思っております。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、これの続きで言うとこう、うん、はい、今回ね、差し入れは禁止です。おお、差し入れ高いやん。高いお菓子でもさ、はい、意外と高いやん。高いよ。1000円、1500円とかさ、うん、それならこっちに使っていただければ。確かに僕はすごく嬉しいです。そうですね、禁止です。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。あとスペシャルグッズだべ。あれですよ待ってました、こちら新グッズ、アクリルスタンドです。でーす。あ、そうやいやでも、それ意外と名古屋で売れちゃってるんですよ。ちょっとね、なんか流行っとるんやろこれが。使い方が全く分からないけど、共に生活するなんか旅行連れてったりカフェ連れてったりして写真撮る推しメンバーを買っていただければ。そうだよね、本当にお願いします。あのね、名古屋でね、先行販売したんですよ、うん、そしたらまあ言うとは一応売れるよ、それはね、うん、まあね、売れるよね。で、次カズ、うん、俺一番最後で売れ残ってると思うわけマジで、ほんとショックよ、ね、マジでこれだってね、これ 3個、うん、3個一緒に売とうのにさ、そうよ、差が出とうけんて先生だけとか、カズくんだけとか、俺大体なんか3個セットで買ってもらう人の分しか買ってもらえんかった。もうそんな感じやったね、うん、本当お願いします。マジでお願いします。切実。いや本当よ、もう再販しませんからね俺ね。マジで本当にこれを買って、はい、
カフェとかに、はい、連れてってください。連れてって写真撮ってください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。これ画家で作ったやつおらんの？全然多分いないです。一応今回エモティも、うん、販売します。はい。はい、サインはしていただけるんですか？うん、サインする。はい。けど、めちゃくちゃ混雑したりするけんさ、はい、俺が回ってサインしちゃったら、もうした人としてない人が分からんくなるけん、うん、グッズを購入して、サインの列に並んでもらう、うん。で、その列に並んだ人は順番にサインと、うん、その時に一緒に写真撮れれば。うん、いいですね。うん、声かけたくてもかけれんかったって人が結構おるけんさ、そういう人たちには悪いけん、はい、並んでもらえれば、必ずサインができるように、はい、写真も撮れるようにしております。はいはい、バックスタも結局サインするんですか？バックスタはね、サインできん。できない。うん、弾く。うん、これだ。アクリルスタンドがね、フィルムが貼ってあるの。はい、傷防止のね。うん。うん、剥がさんと、綺麗なクリアにならんけん、はい、剥がしてください。はい。ちょっと大変。ちょっと大変。うん、よっ、はい、お子様について。大歓迎。いやでもやっぱさ、うん、遠慮する人もおるわけよ。なんかわーわーになってしまうけん、うん、みたいな。大丈夫、お子様より俺らの方がわーわーしてる。確かに。全然大丈夫です、はい。子供の感想って結構正直でいいですよね。うん、いいよね。俺も聞きたいわ。うん、楽しみに待っております。ぜひ連れてきてください。うん、ぜひ連れてきてほしい。じゃあ、ペットは連れてきても大丈夫ですか？うん、ダメです。会場がもうそういう会場ですけど。そうですね。それは仕方ない。うん、ワンちゃんとか、はい、ご家族をね、はい、動物たちを連れてくるのが、はい、ワンちゃんとかのイベントがあるけど、はい、その時にぜひ。会場犬とかは大丈夫です。大丈夫です。はい。お願いします、はい。6、写真について。はい、写真？会場内の写真。ああ、いいよ、全然。全然いい、全然いい。何でも OK やけど、うん、会場に来とる他のお客様が入らんように、うんうんうんまあ、気をつけてください。はい。はい、SNS はたくさん上げてください。そうやね。俺らはもう何でも OK。はい、いつでも何でも OK です。はい、著作権フリー。はい。フリー素材です。著作権ではないか。肖像権フリーです。はい俺はあるよ。一応あるんや。そうよ。とにかく他のお客様が、はい、迷惑にならないように、はいまあ、気をつけてもらえればと思います。はい。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、それぐらいですか？で、最後に、今回、個展、入場無料じゃないですか。一個だけ条件をつけたいなと思って。うん。あ、え？あ、え？あ、え？なに？そういうことです。なになになに？つけたい。いやいや、俺そんな入場するのに制限とか。いやいや、まあ、やっぱこっちも、うん、その入場無料っていうことで、うん、結構厳しい。厳しいよ。いや、厳しいよ。だって銀座のど真ん中で、まあまあ広い会場借りておけ、はいはい。はい。やってもらいたいことがありまして、お願いします。はい。チャンネル登録。お願いしますYouTube のチャンネル登録お願いします。いやもうそんぐらいいいやん。いや本当よ。いやそれぐらいしてもらおう。そんぐらいいいやろ。うん。ポチってするだけやけ。うん。うん、いやまあまあ頑張って借りてくれ。本当に本当にもうまあまあ頑張っておりますね。はい。贅沢は言いません。うん、ボタンをポチっと。はい。お願いします。でチャンネル登録の仕方がわからんって人は聞いてください。はい、はい、もう強制で押しますので。物理的に押しに行きます。うん、その時は切るよ、はい、ぜひご協力お願いします。お願いします。ぐらい、はい、それぐらいかな、うん、皆様にお会いできるのを、はい、とても楽しみにしております、はい、で今回宮古島のさ、うん、ドッグランを作りますっていう動画でたくさん知っていただいて、うん、ですごいねコメントとかくださって、うん、俺はなんかとにかく皆様にありがとうと一言伝えたいと思って、はい、いや本当に本当に本当に急遽ねハワイの個展から数日しか空いてない、うん、そうですね、うん、けどもうここしか時間がなかったけど、うんまあ、とにかくまあ皆様にありがとうと伝えれたらと思います、うん、はい、ぜひお待ちしております。お待ちしております、はい、よろしくお願いします。お願いします。気をつけてきてください。はい、さよなら。楽しみや。楽しみ。いやいやいや。おとなしいとや。いやめっちゃ楽しみ。